はい、皆さんこんにちは、ふんさんです。ということで今日も京都でマリオカートインオンライン実況やっていきましょう。シャーベットランのミラーか、ミラー見づら、まあ、なんとか前走っていきましょう。いやね、明日からね北海道旅行行ってくる。なんでお前急に出てくんだよ。加速したせいでなんか突っ込んでちゃったんだけど、水の中に。明日からね北海道旅行に行ってまいりますので、今もう死に物狂いで動画投稿編集しておるんですが、やべえ、ちょっと Wii のあれだな、取り留めをしないといけねえな。8デラックスの方はね生放送で公開収録で視聴者の方に参加してもらってね動画とか取り留めたんですけど、 Wii はなかなか取り留めてなかったんでね、もう毎日投稿しようと思ったらあれだよな、普通取り留めなきゃいけないのに、いつも地産地消で取ってはあげて取ってはあげて一本ずつやってたから、だから、ね、出せない日もねよくあるんですけど、しっかり取り留めていこう。いや、その赤さんやだな。これボムヘイだ、ごめんなさい。あー、でもお前もかかるんかい。ちょ、待って、抜かしてもらったら問題なかったけど、うん、潰す。じゃあ、じゃあ潰す。潰せない、やばい、赤さんがまだ後ろにいるんだけど、巨大ナイス、助かる。俺サンダー降るかな。ちょ、ミラーマジでやりづれえわ、めちゃめちゃ曲がりづらい。なんかちょっとグダったから使っちゃったけど、サンダー返してくれませんか、ついでに。赤コーラが無限にいる、どうしよう。ちょ、投げて投げて、そう、後ろに投げるんかい。まあ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 、もう一回6位で交換しときます。うまいこと交換できるんでしちゃって、前ミドさんか。いやーだー雷雲って何位が一番出る、どの順位でも出るんだけど、待って、無理かー。一回なアイテムありに行こう。ここでしっかり打開アイテムを引ければまだ全然まくれるんじゃないですか。ちょ、前行ってほしいな。何人目や、12人いるよね。12人いるときは9位で割っときたいんですけど、なかなか後ろに下がれない。ちょ、鼻水がやばい、垂れてくる、鼻の調子が悪い。これくそ、いやーだよし、気を取り直していこう。デイジサキット重たいな。まあ、あれだな、雷雲は12人部屋のときはまあ1、2、3位は確か出ないはずなんで、まあ、逆に1、2、3位がほとんどの順位出るんですけど前走るしかないなと言いつつ後ろに下がっちゃってるんですが、あ、ここで加速アイテム引いて早めに前行ってな、もう雷雲とは無縁なあれで行きたいな、まあ、もしくはもうこのスターで何とかすると思ったらスターが落ちました。俺のね、オッケー、泥棒はさせないよ。8位で割れば11人部屋だからスター出ない。ゲッソ、え、これさ、ゲッソはなんか9位以下で出る時あるんだけど、なんなのこのゲッソとか言われても地味に雷雲に次ぐ外役アイテムだと思ってるんですけど、木野さん、いや、もう一回交換したけどな、マジか。ちょっと中途半端なっちゃったな。もうこうなればもう止まってる暇ないんで、アイテムガンガン回して前行くしかない。でもこういう立ち回りをしていたらまた雷雲に襲われてしまうっていう、このジレンマ、正解はないのかもしれない。バックスの危ない、使っといて、巨大記録欲しいです。赤1、後ろが使ってんだ。ちょっとやめてね、ドリフトバイクさん、ごめんな。ドリフトバイクさんに突っかえちゃった。ちょっとウィリーして、ウィリーしてマジでこのゲームこう見るとさ、もうファンキーバウザー一強ゲーなんだなって思うよな。なんで俺についてんの、待って、ちょっと待って、ほんと待って、誰でもいいから本当に待って。斎藤、なんでお前さ持ってんだよ。キラ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 、なんかちょうだい、なんかちょうだい、スターか、なんか俺が、あー、ありがとう、なんかありがとう。まだあるか、まだあるか。こんだけ絶望展開でもサンダー回避ができればまだなんとかなるのかもしれない。もう一人ぐらい抜かしたいけどな。アイテム割りに行って、ヒロさん、ボロン、当たれ。え、当たってないのそれ、マジか。ほな、5位ですか。まあまあ、サンダーガイのおかげですから、突っ込まれたか。ワルジスジム、150cc 来た。なんか、ほんと 100cc とミラーバカだから、なん逆反入っちゃってる気について、観客の皆さん、こんにちは。こんな観客の人見られてたんだ。びっくりした。いやー、下がっちゃいましたが、前行きたかったなー、せっかくの 150cc 悪さ。壁当てしたいとこなんですけど、壁角度つけすぎた。こんぐらい雑に壁当ててもまだこっちの方が速そう。跳ねちゃうからね、 Wii のジャンプアクションとか、なんか空中にいる時間めちゃめちゃ遅いんで、まあ、壁に当てて、まあ、できるだけ早く着地してね、早くするっていう技なんですけど、まあ、2周目3周目はもっと綺麗に決めていきたい。キノコサンキュー、まあ、ここキンキノ使っちゃうか。ここキンキノで切っていって、また前線に復帰したいところ。1位の人がさ、乾燥勢でめちゃめちゃ速いから、あの人に負けないようにしたいな。アイテム7割、いやー、もうこればっかじゃん。もう今日頼む、頼む、誰でもいい。そのドリフトバイクぜ、お願い。
もう壁当て綺麗に決まったのに意味ない。いやマジかよ、今日もう雷雲ばっかですか。8割近畿の使おう、ちっちゃい状態をごまかしていって、引かれちゃうかそれ。いや終わりか、もうこうなるとアイテム取れない、ちょっときちい。ちょっと待って、アイテム絶対取れなきゃいけない。無理やり取れ、オッケー、無理やり取って、近畿のしか出ないけどまあいいでしょう。いやでもこれな、順位がな中途半端に上がっちゃうから、アイテムいいの引けないんだよな。これアイテム出てないか、9位でやりたい。ここうまいこと9位で割れたら熱いけど、オッケー取れた。キラーナイス。いやサンダーあるかな、俺がキラー引いたってことはサンダー誰が引きそうなもんだけど、引かれちゃった。ショットガン使うか、ショットガンまで持ってきてくれ。パックンかと、危ない、壁当てできんかったけど、ここで使っていってサンダー振れば1。あははは、運ゲーだ。こんだけ下ってもこれで勝てちゃうんだもん、このゲームすえなんだこれ、誰でもいいや、もう俺が操作しなくていいや、もうキラーでさ勝手に操作してもらってサザエ返して勝つんだったら俺じゃなくていい。オッケー、乾燥勢にも勝っていく。あ、乾燥勢あれだわ、いなくなってました悲しい、見えぬ乾燥勢と戦ってました。よしバレー、いやなんかラグスタートえぐい、ラグスタートな、最初ちょっと不利になると見せかけて回で相手割りつつ、マリオカート見るのこの順位ってねタイムで決まるらしいんで、右上のタイムこれ逆に得してるんでね、最終的に視覚的に2位だったのに実は1位でしょみたいなパターンもあるんで、逆にな、ほんとお前逆だわ、ありえん。オッケー、ナイス、取ってくれたが、やめてねやめてね、返さないでね、クーリングオフ疑似、よし、しっかりもう回収してもろて、結晶いらん、雷雲出る確率おかしくない、普通にどんだけ出んねんってぐらい出てますけど、あー、それ相手も回収できないな、ミスったな。ウドさんは食らいたくないんで、ちょっと頑張って走ってくださいね。風取っちゃうかこれ、いやーちょっと怖い、怖いよ、横に来ないで。巨大キノコ、巨大キノコ、巨大キノコ、ウドさんこれこっち行こうか、内側行こうか、サンダー振ったら死ぬんだけど、何その跳ね方、なんでその最後跳ねたの意味わかんないんだけど、マジかこれ負けか。いやちょっとなんとかなんとかしてくれ、なんとかなんとか上げてくれ、木野さんが、まあ、1個2個ぐらい上がりますか、使っていければ悲しい、とっても悲しい。はい、ということで北海道行ってきますんで、まあ、生放送はできませんけど、まあ、動画はねちょっと頑張ってあげますんで見ててください。ご視聴ありがとうございました。